はい、比較の十。あ、先生がやる気なかったら生徒もやる気出へんな。比較級を用いた重要表現にっていうことでやっていきます。続きやね。まあ1個目まずいくと A 点点点 less 言及than B、 いける？ less やね。だから A は B ほど何々でない、いける？ less っていうの否定のイメージちゃんと持ってね。 OK。 でこれ全く一緒なのが A 点点点 not as、 まあそうでもいいんだけど言及 as B と一緒、いける？今までやってたのと一緒のやつあるよってこと。例文いくとA hill is less high than a mountain。 丘は山ほど高くない、まあ当たり前な、丘は山ほど高くないっていう部分、okay。 でこれ less high って言ってるけど、これ higher とかしたらダメ。なんでかって言ったら less がもう比較級の意味を持ってるんやんな、動画の位置で多分やってると思う。 less っていうのはリトルの比較級だから、比較級比較級ってなったらあかんで、OK。 レス言及にしなあかんから、 OK。 ハイヤーは比較級だから、それを元に戻してハイにしなあかん、 OK。 こういう注意点があるから取り上げました。ちなみにレスっていうの最上級はリーストな、一番ないないないな、覚えとかなあかんで。で次、比較やけどちょっと最上級みたいな感じのやつがあるけど、意味じゃないで、形がな、ザ比較級オブザトゥっていうのがあるんだよな。二つのうちで何々な方って言って、二人で比べるときっていうのはザンじゃなくてオブザトゥって言います。オッケー、覚えて。例えばどんなんね、 I like the smaller of the two puppies。 パピーズ、パピーってわかる？パピーっていうのは子犬、オッケー、覚えとかなあかんで。文法をやるついでに単語も軽く覚えていこうな。パピー、子犬、ちなみに子猫って何やと思う？知ってんで、絶対知ってる。あのここに猫でな、 リボンつけてなんかこう白い猫、めっちゃ有名や、絶対みんな筆箱の中入ってると思う、特に女の子。キティな、子猫キティ、まあどうでもいいんだけど、キティちゃんってあの子猫ちゃんって意味やねんな、多分な。 OK。 まあこの例文は、私は2匹いた子犬のうち、スモーラーって言ってるから、小さい方が like 好きっていう分、OK。 こんな感じに比較やけど of 使う時あります。それは比較対象が2つの時、OK。 of the two になります。はい。次、more B than A。 これ、やってると思うんだな、どっかの動画で軽く言ってんねんけど、 A というよりはむしろ B、 OK。 A と B の順番ちゃんと気をつけてねって言っててんけど、同じのが B rather than A で、こっちで言ってんな、 not so much A as B、 言及の、表現っていう動画でやってると思うんだけど、それと一緒、 not so much A as B、ね、OK。 more B than AA というよりむしろ B。 だから比べるのが名詞の時っていうのは、ちなみに more of になるよってその時にも言ってたけど、もう、of ないものでもいいよ、ないもので今回見ていくね。そしたらどんななんねんって言ったら、 I am more hungry than thirsty。 thirsty ってのは喉が渇くっていう意味な、私は喉が渇いたというよりもむしろ、more hungry だからな、お腹が減ってるっていう部分、 OK。 わかりやすいやんな、残で、残で比較してるだけ、喉が渇いたよりも more hungry、 OK。 むしろお腹が空いている。で、rather than は同じように比べれんねんな、 I am hungry rather than thirsty、 OK。 気をつけなあかんのがこれ not so much A as B の方、 I am not so much thirsty as hungry な、 OK。 not so much の方は not で否定してるから、先に残の方が来るって感じ、いける？まあ多分言及で皆さんはしっかり勉強してるはずなので、ここは大丈夫でしょう。次いきます。肯定文で終わって、マッチ、モア、てんてんてんとか、スティール、モア、何々、オッケー。否定文、カンマで終わって、マッチ、レス、てんてんてんとか、スティール、レス、てんてんてん、オッケー。肯定文やったら、まして、てんてんてんはなおさら何々である。否定文やったら、まして、てんてんてんはなおさら何々でない、オッケー。肯定してから、なおさらこうやんとか、否定してから、それやったらなおさらこれも無理やんみたいな分な。で、まあ、その肯定文、マッチ、モアとかって今ほとんど使われてないらしいんですけど、英文法のテストでは出たりするので、もうしゃあなし覚えてあるわみたいな感じだから、使えんでもいいけど問題見たら解けるぐらいでいいです。 OK。 がっつり覚えんでいいってこと。例文いくと、It is difficult to understand his books. マッチモア
his lectures。 レクチャーっていうのは講義で、 OK、 だから、彼の his book な、 book、 著書は理解できない、理解するのは difficult、 難しいで、 much more、 まして彼のレクチャー講義っていうのはなおさら無理やんってこと。本がむずいのに講義はもっとむずいやんって感じな。 OK、否定文の方は The baby can't even walk、much less run。 これよく出てくるな、can't even walk、 赤ちゃんは歩くことさえできひんのに、まして走ることなんてなおさらできひんやんっていう感じ。 OK、much less run。 はい、次いくと、No better than to 何々、何々するほど愚かでない。めっちゃ出てくるこれ、何々しないくらいの分別があるっていう、まあバカじゃないよってこと、バカじゃないよってことな。だからまあ know well、 わけは分かっているとか賢いって意味だけど know well、 これの比較やねんな。 know better than to っていうの、 OK、まあ be wise と一緒、 be wise の比較級って感じな。いける。で、例文言うと I know better than to argue with the boss、私は上司と争うほど愚かでないよって言ってる。 argue っていうのは、主張するとか一方的になんか論争するとかいう意味があってな。 OK、 でこれ見たらわかんねんけど、No better than to の後っていうのは動詞の原型がきます。 OK、 前置詞じゃないよってこと、私は上司と言い争うほど愚かでない、こういうのよく出てくるな、ないないするほど愚かでない。はい、次 A てんてんてん No 比較級 than Bって言ったら A は B と同じ程度にしか何々でないとか、 A のと比較級than B、 A は最高でも B の程度でしかないって感じ。むずいな。1個目は A イコール B で、2個目は AA 小なりイコール B。 まあ、ちゃんと、僕の動画見てて若干理解してくれてる人だったら分かってくれると思うんですけど、 than っていうのは差を表すですよね。だからその差がノーってこと、最初のやつは言える、差がノーないでってこと、ノーっていうのはその全てをゼロにする、ないで基準をゼロにするとか言われたりするんですけど、だからその差がないってこと、だから、同じ程度にしかっていう感じで、ノットの方は普通の否定文なのね。 OK、 まあなんか例文見ていくと分かりやすいですね。 The video camera is no longer than my hand、そのビデオカメラは私の手と同じ大きさだってこと、同じ大きさしかないっていう文だよ。しかないって言った方がかっこいいな。その bigger than が no ってことやからな、同じってこと。で次の文、The video camera is not bigger than my hand やったら、そのビデオカメラはせいぜい私の手の大きさほどでしかない。 OK、 The video camera is not bigger って言ってるから大きくないってこと。いける。これは否定なんよ、否定文な。だから私の手より大きくないっていう文になるってことは、まあせいぜい頑張っても私の手ぐらいちゃうかなって感じ。いける。 OK、 ちょっと無理やり感ある。まあでも、分かってほしいな。 No は、その基準をゼロにする、差をゼロにする。 Not は完全な否定。 OK、 で、最後疲れたな。最後にその than ではなくて to を用いる四角級っていうのがあります。で、まあちょっと無駄に詳しいこと、その文法的な専門用語バリバリの先生とか言ってくるんですけど、ラテン比較級とか言われんねんな、覚えていいよ。be superior to、 言ったら何々より優れた、逆は be inferior to 何々、何々より劣った。OK、 なので比較級っていうよりも普通にイディオム、熟語として覚えててくれてる方が多いかな。一応これ比較なんやでって思うとき、他にも Be senior to 何々、何々より年上の、逆は Be junior to 何々、何々より年下のってこと。 OK、 でこの4つ今見てくれたら分かんないけど IOR で終わってんね、 IOR で、 IOR で終わるやつが多いです。結構な to 使うのかな。OK、で、この to は、前置詞の to やから、あとは名詞か代名詞やで。OK。で、まあ一番、有名なのが、prefer A to B。B より A を好む。好きやでってこと。prefer。同じので、like A better than B と一緒。OK。B よりも A を好きってことな。prefer A to B。他にも、be preferable to 何々。何々より望ましい。preferable。
OK？ いける？まあいっぱいいろいろあると思うんですけど、とりあえずこんだけ取り上げていきます。で、今回の動画で解ける問題1題やっていきます。はい、John is blah blah of the two boys。 選択肢1 The taller。 選択肢2 The tallest。 選択肢3 taller。 選択肢4 tallest。 どれかなって考えます。1番ね、 OK。 The taller で、まあ若干良い間違いとしては The tallest 選んだ人はちょっと良い間違いかなって思います。なぜなら、だってオブが来てるやん。オブって最上級やん。いける？最上級の作り方ってザープラス最上級やったやんな。オッケー。だからザートーレストが答えっぽいやんってなんねんけど、若干ここの動画で賢くなった人は、オブザトゥー、二人を比べてんねんな。これ二人の時は比較級使うねん。で、比較級やからって三トーラーじゃないで、ザー比較級オブザトゥーって教えとってん。ザーが比較級の前で作る。気持ち悪いよな。オッケー、これ覚えときや。だから、The taller of the two boys です。ジョンはその2人の少年のうち背の高い方ですっていう文な。 OK、 こんな感じに使われたりもします。まあ他にもいろいろ問題解けるんで、自分で実際に解いてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。よく頑張りました。よかったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録まだなしとやってね。 OK、 まとめノートです。いや、君は一個一個見てくれてると思うけど、俺その重要表現みたいのいっぱいあげてるやん。これ一気に撮ってんねんな。もう喉カラッカラ。バイバーイ。